フレックス1の、レッスン3パート4かな、最後やな、要は、1,2,3 そうやね、4やね、パート4です。さて、今までがどんな話やってんて言うと、エネルギーの話か。日本というか地球エネルギー不足に陥りますよ言うて、せやから JAXA はなんか宇宙でエネルギーを手に入れて、まあ太陽出てますからね、でそれを日本へ地球に送りましょういう話をしてったんやけども、宇宙には宇宙ゴミ、スペースデブリやねっていうのがあって、ちょっと大変や問題になってますよと。でまあ地球上のそのなんやアンテナに、エネルギーをその届けるにしても、ピンポイントで照射せなあかんみたいな、なだからそれもまた一つの問題やでみたいな話やってんな。 OK、じゃあパート4です。インスパイトオブ、まあ、早速出てきましたけども、これインスパイトオブはね、何々にも関わらずっていう意味です。何々にも関わらず、関わらずやな、らず。これらの問題にもかかわらず、JAXA は hasn't given up、given up the idea、 その考えを諦めてはいませんよと。Why not? なぜ not なんでしょうってことだから、なぜ諦めていないんでしょうってことだね。One of its staff、 スタッフ、まあまあこれスタッフメンバーズはいいか、これはね、スタッフのメンバーの一人やね。One of 何々なんちゃらの一人やからな。まあこれはええ気もするけども、一応書いておくか。何々の、まあ一応今回人なんで一人にしてましょう。ね。ものやったら何々の一つって言ったらいいし。さあ、そのスタッフメンバーの一人が言いましたと。We think energy from space will be a great help to Japan ですね。We think that、 ここザッと隠れてますよ、言うて。接続詞のザッと隠れとね。後ろにまた主語同士来る感じや。なこいつが energy from space。これが主語な。ここ will be 言うて動詞来てるから。だから宇宙からのエネルギーっていうのは will be a great help、 大きな助けになるんじゃないかという話だね。何に対して to Japan、 この to は矢印やな、だって後ろに Japan っていう名詞来てるから、日本に対してとか日本にとって、大きな助けになるんだというふうに思っていますと我々は。also またやね、 also またJapan will be able to share、 日本はシェアすることができるでしょう。The energy か、そのエネルギーを with other countries in need、 in need は困っている、必要としているってことね。必要としているってことか、必要としている other countries、 他の国とそのエネルギーをシェアすること、共有することができるだろうという話だね。で、その次。Before I went to JAXA、 私が JAXA に行く前、I didn't know much about the future energy crisis。 クライシスは危機やったね。危機。前も多分言うてるんだけど、一応書いとくで。危機。Not much ついてますから、そんなになんちゃらないって言ったらいいんちゃうか。あんまり知らなかったってことや。ね、私はエネルギー、将来のエネルギー危機についてそんなに知りませんでした。JAXA に行く前はね。But でも、now 今や I know that it's a problem。この that また接続詞の that やで、ね。後ろにだって it's a problem で接続、主語同士してたやろ。見てみましょうか。ここの部分がほら it is a problem 言うて文章になってるやん。ね、それは問題である。というふうに分かってますよと、知ってますよという話だな、ね。それが問題なんだということが分かったよと。Everyone should think about it。みんなはそれについて考えるべきだよと。書いとく、一応 should するべきな。何々するべき。で、The world population。Population は人口ですよ。World population やから、世界人口ですね。is rapidly increasing。 rapidly はこれ大事な副詞やね。急速にって意味です。急速に、急速にってこれでいいか、increase もいいですか。これも大事な単語ですね。増加するですよ。増加、
する。is increasing 進行形になってますね。ここでね、be 動詞プラス ing やから進行形や。で、間にまあ increase rapidly かが入ってるだけやね。世界人口っていうのは、今急激に増加しているんだよと、し続けているんだよぐらいな感じやろ。で、will the earth be able to support so many people? そんなにたくさんの人々を地球はサポート、支えることができるのでしょうかってことやな。で、each of us、私たちそれぞれが、each of us、each それぞれな。何々の、一人一人でもいいか。一人一人。私たち一人一人は、should do something now、今何かをするべきだと。For our future、私たちの将来のために、we should take action。まあ、take action いいですか、行動を起こすぐらいな感じでしょ。行動を。まあ、take 取るやけどな、行動を取る。もしくは行動を起こすでいいでしょ。私たちは、今日行動を起こすべきなんだよと。で、thank you for your attention。まあ、attention は注意ね。注目とかいう話や。注目って書いていきましょうか、一応。ただ、まあ、thank you for your attention で、聞いてくれてありがとうねってことや。その注目してくれてありがとうねってことやからな。ご視聴いただいてとか、ご清聴いただいてありがとうございましたみたいな感じやろ、ね。聞いていただいてありがとうございましたっていう話でございました。終わりかな？そやね。はい、ということで、レッスン3が終了でした。はい、お疲れ様でした。